ワセリンは石油から得た炭化水素類の混合物を脱色して生成したもの。大部分は分岐さを有するパラフィン及び主観式炭化水素を含む。ワセリンという場合、一般的には白色ワセリンを指すことが多い。英語での一般名はペトロリウムジェリーであるが、日常会話では同種の難航は包括してワセリンと呼ばれることの方が多い。 化粧品として、また、足の爪の心筋、正気の発疹、鼻血、おむつかぶれ、風邪など多くの病気に使用される。ワセリンはユニリーバの商標であるが、世界各地で一般名詞化されている。スペイン語圏やポルトガル語圏の国々でもワセリンは一般名詞であり、ユニリーバの商品はベセナルとして売られている。ドイツではユニリーバ以外の製薬会社でも、 ワセリンとししてて販売している日本では日本薬局型において白色ワセリンは石油から得た炭化水素類の混合物を脱色して生成したものであると定義されている。日本ではユニリーバの商標として登録されているがおそらくそれ以前から日本薬局型に一般名称として記載されていたためか複数の医薬品会社から白色ワセリンが販売されている。 鉱物油からの生成による純度は、黄色ワセリン、白色ワセリン、黒ペト、サンホワイトの順に高くなる。医療用では、白色ワセリン及びより高純度のものを用いている。メナンコウには、強雑物の少ない純度の高いものを用いる。ワセリンは、皮膚表面にパラフィンの膜を張り、角質層の水分蒸発を防ぐことで、皮膚の乾燥を防ぐ効果に加え、 外的刺激から皮膚を保護する働きがあることから、鎮痛、消炎、鎮回油の軟膏剤のような外用医薬品の機材や化粧クリームのような化粧品などの機材として用いられる。また、潤滑剤や皮膚の保湿保護剤としても用いられる。湿潤療法のために使用されることがある。乾燥をきっかけとする皮膚病や、上から被せ物をする前提で切り傷そのものからの 出血を一時的に止めるためにも多用されている。アメリカ合衆国では、節相、殺荷症、熱症、ひび割れ、乾燥肌に使うと製品ラベルに明記されている。脂漏性皮膚炎では、ワセリンを使用すると悪化する。保湿剤としてよく使われるが、石油原料で可燃性のため、シーツや紙などに付着したものに、タバコの火などが接触しないよう、炎を避け、 また衣類やシングを定期的に洗濯すること。創造用粘土の一種であるプラスティシンは、ワセリンをカルシウムジを脂肪酸を合成して製造したパテ状のもので、クレイアニメ作品、ウォレスとグルミットで使用されている。ボクシングの試合において、防護と傷保護の目的で、ドフされることがある。発石、発進、かゆみが発生したら、使用を止めること。 プロペトの添付文書には接触皮膚炎と記載されている。ありがとうございます。